わからない。何を悩んでいるんだ、霊夢。あ、マリサ。今日学校の授業で円周率が無理数ってことを習ったのよ。でもそれが理解できなくって。ふむ、確かに円周率は分数で表せない数、専門用語で言うと無理数だな。でも円周率って円周割る直径で出せるんでしょ。この円周も直径もメジャーとかで計測できる数字なんだから、円周率って分数で表せるくない？なるほどなるほど。もっともな疑問だな。でしょ？訳がわからなさすぎて夜しか眠れないのよ。ふむ、では今日はなぜ円周率が無理数なのか、を解説していこう。それじゃあゆっくりしていってね。そもそも有理数とか無理数とかって何なの？有理数とは分数で表せる数のことだ。無理数とは分数で表せない数のことだ。もう少し噛み砕くと、分数に表せない数字とは、循環しない無限に続く小数だと知られている。そもそも無理数ってどういう経緯で発見されたの？普通に生きていて無理数って必要なくない？では発見の経緯について説明していこう。もちろん大昔、人類は物を数えるために自然数しか使っていなかった。その後、紀元前2000年ほどに、食料や土地など一つのものをいくつかに分ける必要が出てきて、分数、つまり有理数を使い出したとされている。ここまでは自然な流れね。それから1500年後の紀元前500年頃、ピタゴラスの定理が発見された。その際、ヒッパソスという数学者が、一辺が1の直角二等辺三角形の斜辺が2と無理数であることを発見した。これが無理数発見の経緯だぜ。三角形の斜辺の長さを求めようとして発見されたのね。にしてもこれも不思議よね。三角形の斜辺という実在する長さの小数点以下が永遠に続くんだから。その通りで、当時もこれは受け入れられなかった。この頃の学者の最大派閥であるピタゴラス教団は、数を長さとして現れるものに限って議論し、すべての数は有理数で表されると信じ、教団の教義としていたんだ。だからヒッパソスの三角形の斜辺が無理数であるという主張は教義に反するため、ヒッパソスは迫害され、なんと殺害されたぜ。すごい過激ね、正しいことを言っているのに。まあそういう時代だったということだな。後にプラトンの登場でルート2などの平方数でない数の平方根が無理数であることを論じ、存在が証明されたぜ。にしてもかなり昔に見つかったのね、無理数って。その通りだ。紀元前200から50年頃にマイナスが見つかり、5世紀にゼロが見つかったから、紀元前500年に見つかった無理数は実はかなり古い数なんだ。やっぱり随分と昔に見つかったのね。無理数って難しいからもっと最近かと思ったわ。まとめると有理数だけじゃ足りないから無理数ができたってことね。その通りだぜ。その他にも例えば、x の2乗イコール2という方程式の解はプラスマイナスルート2だろう。この有理数だけで表された方程式を解くのにもルート2という無理数が必要になる。このことからも有理数だけでは足りないということがわかる。なるほどね。有理数だけで表せるからといって無理数が必要ないわけじゃないのね。ああ、しかし今回の題材の円周率は平方根とはまた違い異質だぜ。何しろこの円周率は方程式の解になることがないんだ。このような数字を超越数と言うんだ。そうなの。確かに方程式を解いていて解に π を使ったことはないかも。平方根は x の2乗イコール2の解というある意味、間接的に定義された数字とも言える。しかし円周率はそうではない。ただ絶対的に存在する数とも言えるぜ。やっぱりなんか不思議な数字ね。ではそんな円周率をどうやって求めるかについて見ていこう。お、いよいよ本番ね。周知の事実だが、円周率は円周割る直径で求められるぜ。習った習った。ということは円周と直径が分かれば求められるわね。そうなんだが、ここで円周がネックになる。直径は直線だが、円周は曲線だ。π を使わずに円周を計算で求めることは非常に難しいぜ。確かに円周率を使わずに円周を求めたことはないわね。しかし円周率がわからないんだから円周を求めることは不可能だ。そこで編み出された方法が、正多角形による挟み撃ちだ。どういうこと？これは見てもらう方が早いぜ。この図は黒の円が直径1センチメートルの円。
その外側の赤い線は円がすっぽり入るような正八角形。内側の青い線は、円にすっぽり入るような正八角形だ。うん、つまりは円の外側と内側に接するように正多角形を描いたわけね。この図をよく見ると、赤い正八角形の外周、大なり円周の長さ、大なり青い正八角形の外周、となってるだろう。そうね、割と当たり前よね。ではここで円と赤い正八角形、青い正八角形の外周をそれぞれ計算してみよう。円の円周は当然、円周率 ×1cm。正八角形は三角形が8つ、ピザのように合わさってできていると考え、計算すると、赤い正八角形の外周は約 3.313708cm。青い正八角形の外周は約 3.06146.7cm と計算できる。つまり、3.313708 大なり円周率 ×1 大なり 3.06147 ということね。その通りだ。この時点で円周率は 3.何々 であることがわかる。次に、正八角形の角の数を一気に増やして、正四百角形にしてみる。すると外接する赤い多角形は約 3.141851cm。青い多角形は約 3.141463cm になる。同じ要領で 3.141851 円周率 ×1 3.141463 ということね。この時点で円周率は 3.141何々 と続く数であることがわかるわね。ああ、このように、角の数を非常に大きな値にすればするほど、円周率の正確な値を絞り込んでいくことができる。このようにして円周率を求めていくんだ。なるほどね。そういう方法があったのね。確かに円周率の求め方は分かったけど、じゃあこれで円周率が無理数だと断言はできないわよね。ああ、実はその通りなんだ。そもそも円周率が無理数であることの証明はかなり難しい。難しすぎて円周率が無理数であることの証明は、予想されてからなんと2000年以上かかって実証されたんだ。え、そうなの。じゃあ結構最近ってこと？ああ、紀元前4世紀のアリストテレスが多分無理数だろうと予測してから、1761年にドイツの数学者ランベルトが証明したぜ。随分長かったわね。そんなに難しいのなら、そういうものだと理解するしかないの。いや、ここでは円周率が無理数であるという妥当性を話すぜ。さっきも言った通り、多角形の角を増やせば増やすほど円に近づいていき、それらの外周から、より正確な円周率が求められる。いわば円とは無限正多角形と言えるぜ。ふむ、確かにそうね。実はこの正多角形の外周はそのほとんどが無理数なんだ。そうなの？ああ、何しろ正多角形は三角形の集合体だからな。ピタゴラスの定理に代表されるように三角形の辺の長さには平方根が登場する可能性が非常に高いんだ。例えば直径 1cm の円に内接する正方形の外周は 2×√2cm、 直径 1cm の円に外接する正六角形の外周は 2×√3cm、 直径 1cm の円に外接する正十二角形の外周は 24−12×√3cm だぜ。つまり、円に内接や外接する正多角形の外周はほとんどが無理数なんだから、無限正多角形とも言える円の外周、円周率も無理数である、というわけね。その通りだぜ。なるほど、なんとなく無理数っぽいことはわかったわ。でもやっぱり一番最初の話に戻っちゃうんだけど、円周も直径も計測できて有限の数なのに、どうして円周率は無理数になっちゃうの？これは計測できるというのがミソだぜ。どうやって計測しようとしているんだ？え、それはメジャーとか定規とか。ああ、そうなるだろう。しかしそれは本当に正しくぴったり計測できているのか。例えば定規などはそのメモリまでしか測れないが、もっと細かく見ていくとそのメモリとメモリの間で線が終わっているかもしれないだろう。あ、確かに。じゃあメモリを細かくしよう、と思っても同じだぜ。これだと永遠にメモリを小さくしていくことになるが、それは不可能だぜ。なるほど、じゃあそもそも正しく測れないのね。そうなるな。というか現実世界に深円を描くのが不可能だぜ。どんなに綺麗な円でも本当に細かく見れば、デコボコであるはずだし、鉛筆の線の太さもゼロでないといけないからな。なるほどね。ということで、解説はここまでだぜ。
気づいちゃったんだけど、円周率が無理数ってことは、円周と直径の両方が整数になる円って存在しないってこと。その通りだ。この宇宙のどこを探しても、円周と直径の、少なくとも一方は必ず無理数だぜ。円って聞くと身近だけど、円周率ってやっぱり謎が多いわね。そうだな。無理数ということは割り切れず、かつ規則性がないということだ。だからこそ円周率を完璧に知ることはできない。つまり私たちは一生、円周や円の面積について知ることはできないぜ。世の中、簡単には割り切れないことの方が多いという社会の厳しさを物語ってくれているのかもしれないわね。ご視聴ありがとうございました。